まだ暗いところなのかな。ピコン。トロフィーゲット。黒のコールストーン。ロウソクだ。起きすぎじゃね。暑いところ。本の上にも置いてある。かじちゃうね。だよね、さっぱりわからないわ。何を見落としているというの？おじさん、私を導いて。カルディウムはベリアルの欺瞞から解放された。残るはアズモダンのみだ。奴はアリート山の中心からこの世界に地獄の軍勢を送り込んでいる。バスティオン砦で食い止めるしかない。ここが陥落すれば世界は魔の手に落ちる。寒い。今回から第3章、こちらで遊んでいきたいと思います。砦の守りはもう限界だ。アリートさんの大穴から進行してくるアズモダンの軍勢を前に、兵たちは散り散りになり逃げ惑っている。砦が落ちれば黒のソウルストーンはアズモダンのものとなるだろう。そうなればもはや希望はない。この砦は落ちない。私が兵をかき集めよう。かがり火を灯し兵たちに知らせるのだ。本当我らはまだ敗れていないと。
救いが来たのだと。ムービーはすげえ綺麗だよね。君の力が必要だ。うん。目が本物かと思う。とりあえずここで芋焼こうぜ、芋。焼き芋。みんな凍えてるじゃん。下から回っていくのか、これは。下からだ。なんか出てる。何？武器庫だ。よこせ、レジェンダリー。なんだこれは。抵抗してる。中からささやき声が聞こえる。ささやき声が聞こえるらしいよ。ささやき声が。行くしかねえらしいな。意志が砕けないように抑えられるのはあなただけよ。チェックポイント。誰かが飾り火を灯さないとダメだ。どうだ。俺以外のやつが天使の命令を聞いただろう。新しい街は兵士しかいないね。共に声を上げろ。お、戦ってる。びっくりしたわ。皆殺しはどっちかな。ここか。スカイクラウン防壁。チェックポイント。あ、団体さん参りました。攻撃だ。俺の氷のレーザー範囲魔法になっちゃったね。凍らせます。金あ、レジェンダリーいただきます。いただきます。帽子これだからタルコ足はやめらんねえぜ。タル大事だからね。タル率結構高いよ。ダグって前に進めなかったわ。我がしもべたち、バステオン砦の陥落が近い。貴様らはすでに十分な力を貪ったはず。食ってる、なんか食ってる。兵士食ってんのかな。砦とその指揮官、夜明けまでに掌握し、吹雪にゃうわ。レジェンダリー斧きた。レジェンダリー率高いな。くらえ、ストームだ。凍らしてやる。凍るのかな、これ。凍ってる？あ、凍ってんね。あ、これ結構強いかもしれない。よくわからんが。勝手に思い込み。どこした、油。左下らしいぞ、どうやら。なんか横にでっけえ。でっけえのがいる。ムカデじゃない、左下らしいよ、みんな。うん。左下？右にも矢印が出てるわ。順番に近いところから行けばいいんじゃないし。これどうなってんだ？上から来た。
た。なんかいた、なんかいた。口からいっぱい出してる。かがり火だ。あ、でっけー、なんだこれ。なにこれ。だから弱そうだね。怒ってた。かがり火を焚くらしいね、どうやら。見張り台みたいなところに。あとに、ちょっと。素晴らしい、このマップ。実に楽しかった、今の。先行しすぎだよ、カメラマンの近くにいなさい、いつも言うが。かがり火もついちゃってんじゃん。俺の範囲魔法の餌食だ、お前。火ついちゃってる。こっちか。おお、なんなんだ。こっち行くんじゃない？あ、食ってる食ってる食ってる、食してる食してる。うまい。もう終わり？もう終わり？あ、カバンがある。どこ？ここ。モーガンの日記。経験値。バスティオン砦に避難したはいいものの、想像通り退屈な毎日が待っていた。退屈な毎日が待っていた。兵たちは賭博に興じてばかり。この砦は岩をくり抜いただけのうつろな器に過ぎず、栄光も過去のものに過ぎない。しかし、アンナを養わなければならない。あ、またでっけえのいる。店長ありがとう。こっちには勇者がついている。奴らに勝ち目はないぞ。行き止まりだ。あと一個。行き止まりだ。クソタレ。兵士が絡まれてる。あっち、左？左の感じ？ここでなんかやりたってるね。あ、ちょっと、削られた。ん？弓打った兵士がヒュイって持ってかってた。ああ、やっぱなんかこのスキル便利な気がする、個人的に。手を貸してくれ。さあ、あ、怒ってた。
チャージャージ。あ、金のやつがいるぞ。例のやつが左下に。あそこだ。右上だ。右上にいるぞ。ここだ。まず狙うのはこいつ。おもろいな。ゴミ。ゴミ。同じくゴミ。がっかり系。なんか俺のパチモンみたいな格好のやつがいる。なんだ。なんだこいつ。あ、豚が出てきた。なんか来た。もろいぞ。肉片になったぞ。レベル上がったし。あ、あったあった。ラスト。ラス1ありました。ああ連れて行かれてもうた。ムカデが。ん？今度上？お金取りそびれてる。上？あそこか。ここの入り口？邪魔だけをする。こんにちは。しかしいくら抗おうとソウルストーンは我が物となり。やべ、ちょっとフクロウに見えちゃったよこれ。あ、クエスト完了。あ、うん、時間的にもいい感じじゃないこれ。はい、では今回はこの辺で切っていきたいと思います。よければまた次回見てください。バイバイ。バイバイキーン。